というわけで、週末に行われるサマランの、ロケ班に来てます。サロンのメンバーが、ロケ班に来てくれてたんで、その通りに一回ルートを辿ってみようかなと思ってます。両国ですね。あのお相撲さんで有名な両国です。隅田川だから、隅田川のに沿って歩くって感じですよね。よいしょ、ほらもうこれじゃじゃん。あ、こういうことか。あ、気持ちいいやつだ。あ、気持ちいいやつだ、完全に。実際ね、走るときはこういう形で皆さんにお届けするんだと思います。河川敷から一本中に入ってですね、浅草駅の方に来てます。じゃじゃん、有名なやつ。紹介してくれてた諏訪間の美味しい店に寄りたくて、諏訪間を買っていきたいと思います。諏訪間を探してます。この建物のバスで情報によると、はじめこんにちは。あれ、出ちゃった。あれ、一回お店の名前調べよう。調べた。船和さん。今見えた気がする。あったって、この諏訪間。買おう。ここにあんま荷物増やしたくないしな。とりあえず、ランニングコースに戻りますか。撮影スポットとなってますね。浅草駅近辺、桜がやっぱ咲いてます。シラミンの撮るわ。ここで写真、桜なめのスカイツリーみたいな。多分映えスポットですね。皆さん撮ってらっしゃいますね。あ、卒業生の皆さんがいいな、こういうところで卒業してると。はい、映えるやつ、イエーイ。卒業生の方がいいですね。みんなでこう楽しそうに写真撮ってる。いや、なんかいいな。満開ではないのかな。でもすごい、もう春ですね。白髭橋、ここが多分引き返しの白髭橋ですね。もう一個手前のところかでも良さそうな気がするな。特にもう一個前の橋からこの白髭橋までで、このなんか映えるようなスポットがなかったっていうか、もう一個前の橋で引き返そうかな。はい、サマランキャスの、コースロケハンしてきました。はい、いや、いい感じで桜も多分大丈夫そうな気がします。いや、まあ、歩きましたけど、歩く方がしんどい気がしますね時間かかるから。まあ、お楽しみにっていう感じです。いい天気ですごい気持ちよかったです。ありがとうございました。